アルトリウス様の演説には心打たれたよ。きっと町の連中も感動してるよな。っていうか感動してくれないと困るんだけどな。なんであんたが困るわけ？商売だからに決まってるじゃないか。今聖主神主様の先座の儀式が行われてるだろ。あれだけ感動的な演説を聞いたら誰だって新しい聖主の御座を拝みに行きたくなる。そこで見学記念の聖杯を売るのさ。そいつを今ゼクソン校から運んできたところなんだ。ほう、神主様はいろいろとご利益があるんじゃな。その聖杯には何か紋章などは入っておるのかい？これから町の職人のところに持ち込んで紋章を書き込ませるところだ。無駄にならんといいがな。バカ言うなって。ここで売らなきゃいつ売るんだ。商いの素人にはわからんか。商いはわからんが、お主の未来は見えたわ。意識もあいつも私がこの手で。最近なんだか体の調子が悪いんだよな。ネクター飲んでた時は良かったのによ。なんだか急に手に入りにくくなって、闇取引じゃ20倍以上の値がついちまって、オートなら売ってると思ってきたんだが、どこにもないんだよ。ネクターはやめておけ。あれには石成鋼が入っている。なんだって？石成鋼ってのは確か常習性が高い、ちょっとヤバいやつだろ。手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗りならそんなもんに頼らず体を動かせ。ああ、そうだな。ネクタはやめだ。これからは仕事上がりに浸水にするぜ。いいこと教えてくれてありがとうよ。ゼクソン校で偵察と合流するぞ。フッ、ホーグルセイドブライド。くっ、しまった。セイドブライド捕らえられまい。セイドブライド好きにさせん。あそこだ。くらえ。とどめ、ブレイクブースト。シートレット。フッ、ホーガチュー。ここだ。くらえ。ホーガチュー。とどめ、ブレイクブースト。呪い、ホーガチュー。呪い、セイヤー。ホーガチュー。呪い、ここだ。くらえ。呪い、セイヤー。いつ見ても奇抜な格好じゃのう。慣れちゃいるが、お前に言われたくは。この距離なら外しません。ゼロの方、ハク本的対策。フォーガチュー、フォーガチュー、フォーガチュー、フォーガチュー。邪魔するなら始末する。どうかしたのか、ライフィセット。元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。六郎はゴーマの剣士、アイゼンは精霊の死神、ナギルーは変な魔女。僕は何なんだろう。哲学的な質問だな。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか、ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ。自分で決めろ。
自分で決めていいんだ。どうしたいのか、全部。それが生きるということだ。お前の舵は、お前の手の中にある。僕の舵、自分で。悩めばいい。それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど。わかった。いい話っぽいが気をつけ。言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に舵を取れ。話にならないわね。わしは弱いのに。ここだ。捕らえられない。けどね。やれやれね。早々に肩を立てる。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。わしは弱いのには強いだ。見切れるか。いくたびやろうと結果は変わらんよ。シルフもどきは届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか。はい、もうちょっと待ってください。小休止するか。小腹も空いたし。うん、空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。
何？あれを手に入れただと？し、バカ。声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れたイリアーニュの赤ぶどう神水なんだぞ。ベンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ、あいつらには内緒なのか。当然だろうよ。あいつらは腹いっぱい飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう神水なんか飲ませられるか。まあそうだな。よし、イリアーニュならルカレラチーズが合うな。どっかで手に入れるから、それまであいつらに見つからずに隠しておけよ。おう、任しとき。緊張感のない奴らね。ボーにもリンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ、お主も欲しいか。ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか。まあな、坊に頼まれてしもうたからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの、なんぞお師さんから言い含められたかい。とんでもないでふ。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。おいしい。酸っぱくて甘くて。いいわ、味わからないから。海が好きなのね。海、波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も？岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤買ってあげたかったな。旅だってさせてあげたかった。おーい、偵察が戻ってきたぞ。ライフィセット、あんたは残ってもいいのよ。僕はベルベットと一緒に行く。そう。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん、しかも検問の対魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。分かった、直接俺が確かめる。ちょっとどういうこと。検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは
船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。そいつが連れ去ったってこと？わかんないけど、無関係とは思えないよ。アイフリードは大魔師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が星稜の検問を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激。しかしアイゼンのやつも勝手じゃのう。仕方ないわ。船長探しがあいつの目的だし。Thank you.
やるじゃないの。何問題？死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。やはりお前がアイフリードをやったのか。いいね、いい気合だ。落ち着きなさい、アイゼン。こいつは精霊で
清涼を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔するな。そう、じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。あんたたちを動けなくして結界を開ける。こいつはどう、なんでこうなるんだ。とにかくベルベットを助けるんじゃ。バランスライド。確かに、すまん、アイゼン。こいつはどうだ。ゲルマキ、ほら、一度出た。ゲルマキ、襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方、ハク。いきなりだ。いきなりだ。どうだ。綺麗なあんた、この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本気だぜ。あった、喧嘩に勝ったのはあんただ。どうすりゃいいんだい。では精霊のおれきれき結界の前に。あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て、まだ肝心なことを聞いてねえ。それ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやり取りになっちまう。何者だ、お前は。風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの方だ。バカね。割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね、本当に。
警備は精霊だけか。人払いをしているのは本当みたいね。しかし、なんでこんな場所に新しい神殿を？同志様なら王都にだって作れるだろうに。ここってお前も感じられるのか？なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ、ここは大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。聖主カノヌシを祀る絶好の場所というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。誰も入るなと言ったはずだが。申し訳ありません。ですがローグレス離宮で異変が発生して。エレノア、自分の精霊はどうした？捕食されてしまいました。左手で精霊を食らうゴーマに。ベルベット、ご存知なのですか？昔の教え子、オスカー・テレサに続いてお前まで退いた。アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つ。申し訳ありません。模範生のお前もベルベットに当てられたようだ。一つだけお教えください。離宮に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか？あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですがあれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものが王都にいていいはずがありません。エレノ、なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？餌を捕らえるためでしょうか？下がりなさい。お前が知る必要のない。ベルベットが来るか。この絵にしには決着をつけねばなるまい。準備はできてるぞ。ここだ。ブロイ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 。精霊術を使った仕掛けのようだ。おそらくここの警備に関わるものだろう。そう考えるのが自然ね。他にも仕掛けがないか辺りを探してみよう。ナッシュストライク！ セイドブライト！
勝負ありだな。準備はいいわね。フッ、砲火中メロイセイヤー、そこだ、くらいつかせ。フッ、砲火中メロイ、そこね、ブレイクブースト、セイヤー、そこだ、くらいつかせ。メロイ、そこね、ブレイクブースト、そこだ、くらいつかせ。メロイジャンプ、そこだ、くらいつかせ。メロイ、そこね、ブレイクブースト、捕らえられない、ここだ、捕らえられない、本気ついた。ま、こんなもんじゃろう。いざ、参る。砲火中、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 じゃいるが、お前に言われたく。いざ、参る。そこだ、くらいつくせ。そこね、カーレットエッジ、フッ、砲火中、砲火中、しまった、フッ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 、生きれるか、砲火中、生きれるか、くらいつくせ。次、呪い、そこね、カーレットエッジ、そこだ、くらいつくせ。こい、そこだ、ブレイクブースト、砲火中。ま、こんなもんじゃろう。戦場、砲火中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 、肩をつけるぞ。左手だ、燃えろ、クラスター、クラスター、クラスター、くたびれた、砲火中、切り捨てごめん。Thank you.
備はできてるぞ。ここだ。食らい尽くせ。とどめ。ブレイクバースト。フォーガチュー。アイゼン。肩をつけるぞ。切られてだ。燃えろ。クラスター、こいつはどうだ。やってしまう。フージン、ケルマ。クラスター、フージン君、ケルマ。クラスター、こいつはどうだ。切られてだ。燃えろ。切り捨てごめん。この距離なら外しません。ゼロの肩吐く。クラスター、こいつはどうだ。待ちくたびれた。そこだ。食らい尽くせ。呪い、クリア。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。
私のおかげじゃろ。覚悟もなしに立ちふさがる。
手間をかけさせないで喰らい尽くせ。放火中捉えられない捉えられない容赦も情け一切かけない。奇抜な格好じゃねえ。慣れちゃいるが。油断するでないよ。捉えられない。ここだ。攻撃に攻めろ。とどめ。ダイブ打ちで呪い。ここだ。くらいつくせ。呪い。とどめ。ダイブ打ちで呪い。無事生きれるぞ。砲火中。ここだ。くらいつくせ。やれやれね。どう、アイゼン。うん、今ので何かが変化したようだ。取り返しがつかんものでないといいがの。せいぜい幸運を祈るんじゃな。祈らないわよ。私は神の神殿を荒らしに来てるんだから。ほほう、感心感心。自分が何をしているかちゃんと分かっておるようじゃな。アイゼン、さっきはごめん。戦ったことか。気にする必要はない。殴られた回数を一生覚えて恨むだけだ。冗談だ。どうすればいいのかわからなかった。悩むのはいい。だが最後は自分で決めろ。その結果が俺と戦うことなら殺されても文句は言わん。うん。逆に俺がお前を殺すことになるかもしれんがな。喋、うん、りすぎちまった。あの野郎のせいで血がたぎっているようだ。
ベルベット、アルトリウスはどんな技を使うんだ？左手一本で振るう長刀よ。それにシアリーズっていう火を操る精霊。けどそいつはもう殺した。そいつの代わりにカノヌシを名乗る精霊を使役しているのか。おそらく。けどそいつがシアリーズ以上の連携を取れるとは思えない。ずいぶん希望的な観測じゃな。シアリーズ以上ならあんたたちの出番。一体呼んで使役精霊を抑え込んで、その隙をついて私が食い剥がす。そうすればアルトリウスはただの人間よ。だがどうやってアルトリウスの間合いに入る？ライフィセットの術を使う。私は切られようが焼かれようが構わずアルトリウスに突っ込む。あんたは私が動けるように回復し続けなさい。攻撃を受けるのを前提にした特攻か。確かに今日つけるかもしれないな。即死しなければな。でもそれじゃベルベットが。これは命令よ。はい。結局物扱い、むごいもんじゃな。ここにあいつが。